ールがうまいぜ。あ、何気になんか久々にハイボールを飲んだような気がする。あ、そうなの。うん、なんかゆうやっちゃいねえの時になんか一杯ぐらい飲むぐらいなのよ最近ね。あ、そう。そう、家とかだとね結構ねいいチコが多いと。ああ、そう、だからね、体勢に引っ張られてんじゃない。そうだからね、最近ねあれなのよ、うん、ハイボールを飲むとね結構ね決まれる、うん、キメキメになっちゃうね感じなんでございますよね。いちこない、いちこないな今日は、うん、そうそうそう、もうね隣にゲスト君来てくれてるんですけどね、うん、まあ喋ってくださって本当ありがたいでございます、うん、本当にね、はい、まあとりあえずじゃあどんどん喋っていきましょうかね、うん、本日もチャラオケ館にご覧いただきありがとうございます、チャラオケ館店長のチャンユーこと林修です。よろしくお願いします、うん、そして、本日は月1回の特別営業日35回目林修のゆうやっちゃいなよをお届けします、店長の私自ら、皆様をおもてなしさせていただきます。そしてこちらにいるのはチャラオケ館バイトリーダーのファルゾーです。ファルゾーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はファルちゃんなんか特別な回らしいじゃないですか。そうなんですよ、ね、前半にいろいろとなんか盛りだくさんな感じでやるということで、まあそれもありますからね、もう本当に、うん、最初の挨拶はどんどん行きましょうね、うん、たくさんのお便りありがとうございます。ツイッターでも皆さんからの感想などなどお待ちしてます。ハッシュタグは、ちゃんゆう、ちゃんがカタカナ、ゆうが俺の感じのゆうですね、うん、よろしくお願いします。ハッシュタグをつけて感想などをつぶやいてくれれば 僕がですね後でゴリゴリエゴさせるんで見ますんでよろしくお願いします、うん、さあ本日のチャラオケ館は前半40分ですよ。誰でも見れます、うん、その後5分の休憩挟んで後半50分を、VIP 会の方限定で歌をお届けいたしますということでございます、後半がですね VIP 会員の、限定営業になりますので、運営コメントや詳細ページからチャラオケ館 VIP 会員の入会をお願いいたします。さあこの後ジングルを挟んでいよいよゲストが登場いたします。それでは林優の優やっちゃいなよ、はい、スタートです。さあ本日のゲストお呼びいたしましょう。山口智弘さんです。よっしゃい。どうも山口智弘でーす。よーしくよろしくやろう。山口智弘です。この温度差何？テンションの上げ下げ何？大先輩でございますから。いや二度目ましてですよね。そうですね。厳密に言うとチラチラ何回か。そうなんですけど、うん、ちゃんとお話ししたとかは、うん、昨年やった朗読、あ、もうやっぱ去年になっちゃいますか。あれ昨年ですよね。多分そうです。時間の流れがあまりちょっと、ね、あんまりつかめてないんですけどね。私もでございますね。改めましてよろしくお願いします。いや、もう今回本当に、うん、林さんね、こうカラオケの番組に出るなんて、うん、最初お話いただいて、なんかマネージャーに聞いたときに、本当にいいんですかね、大丈夫ですかって何回も聞きました。いや、嬉しいですよ。もうね、このファルゾーニチャンネルね、うん、廃墟さんとズブズブだから。ファルゾー、久しぶり。久しぶり。久々でもねえだろ。4日ぶりぐらいな。4日ぶりって久々って言われたよな。この間ファルゾーニ来たばっか、ファルゾーニタウン、急にファルゾーニタウンに出没する量が増えるから、街の住人みたいな。まだ、だってファルゾーニチャンネルでいうと笠間くんの番組でもありますから、ね、ここまだ出てないですし、チーの番組も出てませんし、そうだ、まだまだこれからちょっとね、いろいろと行きたいなと思ってますけど。そうだよ、考えるとすごい、廃墟さん4番組？いや、もっとあると思います。もっとあるのか、はい、そうだね、女性の方の番組もありますし。そっかそっか、そうですね、八尾さんのところとかもあるしね。廃墟さんではないけど、ね、ないけどね。いや、いろいろあるじゃないですか、うん、あれですよ、そろそろですけど、そろそろ近々、はい、多分ファルゾーニの新しい番組やりませんか、うん、声がかかってきますんでね。いや、ずっとね、ファルゾーニ、はい、昔ファルゾーニやった時にファルゾーどう俺っていう話はしたことあるんですよね。話した。そう、その頃はちょっとまだ分かんなかったけど、はい、まあ、可能性はね。そうね、今ね、こう事務所がね、こう廃墟になったことによって、うん、なったことによってグググッとちょっとファルゾーニータウンとこう癒着が始まる気がする。テンポ構えるかもしれないね、うん、いや、すごいですよ、ズブズブのズブですから。ファルゾーニかける廃墟はズブズブのズブで、はい、一心同体。そうだね、可能性ありますからね。そうだね、大いにありますからね、はい、ちょっと毎回毎回こう一配信一配信頑張ってちょっと成果を、ね、ちゃんとさすが貪欲結果を出していかないかなと。いいよ、素晴らしいでございますわ、
ちなみに、山口くんとはじゃあ、まあ何回かお会いしてるということで、で朗読の時とかに楽屋が一緒で、笠間くんとかでも一緒でなんかいろいろお話しするきっかけもあったんですけど、こうやって2人で話すのはもう初めてってことですね。いやだから本当に、いやマジでこう番組呼んでいただいてドキドキですよ、なんでですか、なんでどうしようみたいな。ちなみに山口くんっていくつなの？35です。35、はい、あー全然若いね俺よりね。あのカリーのショーと一緒です。あそうなんだ、はい、やべえやつと一緒だなやべえ、まあ、そこは否定しないときますちょっとでもさっきなんかちょっとお話ししたようなお酒が好きっていう、ね、あ好きですね。自分の配信とかもやってたりするんですけど、大体飲んでて、飲んでない方がレアみたいな方になってますね。じゃあもう本当にゆうやっちゃいなようにぴったりのゲストさんなんじゃないですか。ありがとうございます、嬉しいでございますけれども ね声枯らさないように気をつけないと、まあね後半が歌いまくりそっちですからね、どっちかというとね。そうね、まあそんなこんなで、私のこの番組林のゆうやっちゃいなよ、来てくれたゲストさんにですね、いわゆるチャラオネームという、チャラオネーム、そう林ゆうで言えば俺はちゃんゆうっていう名前がついてるんでございますけれども、まあちょっとチャラっぽい感じを、あ言葉をですね、呼び名をですねいつも決めてるんですけど、山口智弘という名前の中からなんかちょっとなんか抽出してチャラオネームを作っていこうっていう、決めてくださるんですね。そう、なるほど。何がいいかな、大体ねこのね、あの見てくれている人たちのことをゆうこちゃんたちって言ってるんですけど、あゆうこちゃんたち、そうゆうこちゃんたちとかの意見とかも参考にしながら決めるって感じだ、ね、あのもうなんかちょこっと出てたのはチャラ口って出てたんで、あチャラ口いいじゃん、そこ外していこうかなと思ったんですけど、チャラ口じゃん、チャラ口ですか、なんかハマってる感じするけどね。チャラ口ですかね。なんかちゃんともだとね、まあちゃんともよりもなんかチャラ口の方がぐっちゃん。あぐっちゃんいいじゃん。ぐっちゃんね。いいね。ぐっちゃんだったら林さんも呼びやすいじゃないですか。ねぐっちゃん。えちなみになんかぐっちゃんって呼ばれてたこととかある？ぐっちょんとかありますね。ぐっちょん。あでもぐっちゃんありますよ。ある。だいたいこう先輩の方がなんかこう。距離測りかねるときにぐっちゃんって呼んでくれる。あそうなんだ、はい、あでもいいかも、呼びやすいんだと思います、はい、確かに、はい、じゃあぐっちゃんぐっちゃんでいきましょうよ。何気にあんまりなんか聞いたことないよ ね、 じゃあね、いわゆるあのめちゃくちゃ有名なあのお笑い芸人でぐっさんはあったけど、そうですね、ぐっさんいますね、ぐっちゃんはないのだよ、まあ、そのままあの進化してぐっちょんになってもいいですし、あの好きなようにぐだけ残していただければじゃあ大丈夫です。う、ね、もうちょっと序盤から俺ハイボール決めちゃってるんで、決まっちゃってますね。ブーストかかっちゃったらもしかしたらぐっちょんって言っちゃって、わかりました、もう何でも大丈夫です、はいはい、そんなこんなでじゃあ今日はね90分間お付き合いください、よろしくお願いします。よろしくお願いします、よろしくお願いします。じゃあそんなこんなで、今日初のですね、新しきコーナーをお届けしていきたいと思います。いきなりいきますよタイトルいきなりだ、はい、YOU 案件やっちゃいなよえコーナーなんですかそれ、案件ってがっつり言ってますけどこれ俺が決めたわけじゃないからねこのタイトルおファルゾーが決めたんだからね。でも案件ができる番組は素晴らしいじゃないですか。まあ、なかなかないですよ。もうこんなになんか案件ですよみたいなタイトルをつけるね、あらわにしてることなかなかないですからね。ありやすい。もう逆に潔くて気持ちいいみたいなね。気持ちいいですね。いうことがあるんですけれども、はいはい、じゃあちょっとファルちゃんに説明の方お願いしましょう。よろしくお願いします。はい、ですね、サーティーイラストレーションさん、はい、というところから、はいはい、案件いただきまして、はいはい、あのオンラインで絵の描き方を教えてくれるんです。なるほど。サーティなの30日で想像通りの絵を描くことを目指す、ほうほうほう、イラストスクールサーティイラストレーションさん。そんなサービスなの。絵が苦手でも30日あれば描ける、なかなかのものが描けるようになるというところなんですけ ど、 なるほど、そこの、生徒の方にですね、今回ちゃんゆうの絵を書いていただきました。俺の絵、そう、ほう、結構な量書いていただきまして、なるほど、バーッと見ます。今から、今から1個13秒ずつぐらい、13秒ずつ理由があるんですね。そう、でバーッと見て、まあベスト3を決めてください。あ、俺の中で。そう、あ、じゃあぐっちゃんにもちょっといい気もらいながら、ぐっちゃんにもね、あの1個決めた。そんな俺絵描けないのに。じゃあ3位、俺が3位を決めて、3位、2位、1位決めて、特別賞みたいな感じでぐっちゃんが1個決めるみたいな。そう、わかりました。ちゃんゆうの1位は、サイン、そのイラストここにあるんですけど、はははは、その場でサインを書いてください。なるほど、超レアじゃん。超レアですで
セリフもね、言ってほしいセリフも届いてる。そんなものもあるの？あのちょっとそれを言っていただくと。すごい、はいはいはい、盛りだくさんのコーナーでございます。結構ね、はい、上手ですよ。楽しみだな。すごいな。じゃあ早速、はい、出してみましょうかね。よいしょ。じゃあ1個目どうぞ。はい、こちら、ジャスさん。え、いい、ファルちゃんもいるじゃん。すごくない？うん、あ、そう、ファルゾーも帰ってくれて。なんか今ファルゾーポケモンに見えたもん。確かに。大丈夫？著作大丈夫？大丈夫よ。かわいい。早い。あ、早い。次、ゆめさん。うわ、なんかちょっとやんちゃな感じ。やんちゃな感じね。やんちゃですね。はい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 、なんか棒持ってるね。うん。さっきのくにおくんのゲームみたいになってる。あ、そうです。はい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 。そうですね。うん。こういう。あ、次は。あ、かわいい。ソヨヨさん。テレとるな。ちゃんとファルちゃんも全員部いるのね。助かりますね。はいはいはい、いいじゃないですか。裏生地までこだわってるね。ね、確かに裏生地、裏生地、おしゃれな学ラン。はいはい、はい、続きまして、ゆめ猫さん。はぁ、犬と猫とファルゾ。そう、動物ばっかり。もう着こなし方がちょっと可愛げのあるあの学生のね、パーカーの上に学ラン見たよね。可愛い猫ね。あのチェーンつけますよね、学生ね。あ、つけるかも。つけるね。次、みぞれもなかさん。かっこいい。かっこいい。ちょっと腹散らしてるよ、ボーカル。あ、そうだね。うん、ファルゾーが持ってんだ、マイクスタンド。躍動してるけど、かっこいい。この距離だとマイクに入らねえけどな。あら、なるみ月下さん。また絵のタッチがまた違う。やっぱ、ちゃんさんといえばこう料理なイメージがあるんですか。あ、そうそう、麻婆豆腐がすごい好きなので、うん、あ、それ多分そっか着想を得て中華鍋みたいな。なるほど、かわいらしいですね。はい、続きまして、みかげかなくさん。やんちゃですね。これはやんちゃですね。今ボンタンだね。ボンタンボンタンボンタンって言わない、これボンタンって言うよね。言うよ。いやでもブーツ合わせてるのかっこいいですね。すごいね。あら、あら、次、さよさん。いきなりバレーボールになってきたね。これはもうあの作品に CV 的なね、いろんな要素が。なるほどね。あっち系の、まあ俺やってるキャラクター坊主だけどね。ちゃん言うだけどね、これは。サッカーも。サッカー、アリナさん。はい、面白いとこ来たね。サッカー、麻婆豆腐あるよ。本当だ、どういう状況。バルザが持ってきたのかな、新しい顔よみたいな。はい、続きまして、ジーシップさん。まさかのなんか下からのショットだ。透明なところに乗ってる。やんちゃですね。学生服でタバコ持っちゃったけど大丈夫。大丈夫か。コスプレってことですよね。そうだね。そうかそうかそうか、そういうことか。はあ、はい、次、みちこさん。あ、もう完全にこれ総長じゃないですか。そうですね。うん、私も振り回されそうですね、あれ ね。確かに。男なら喧嘩上等、舞い踊るって書いてあるけどね。かっこいいですね。次、トラットさん。はあ、また可愛いタッチのね。やっぱ学生服がね。みんな学生、ほぼほぼ学生服。まあ、やっぱね、ね、それはあれに引っ張られてるんでしょうね。可愛いじゃないですか、これも。いいじゃないですか。ちょっとキリッとしててね。あ、次、博多さん。プリンスや。プリンスだ。王子様みたいになってる。王子様。マントつけてね。プリンスだ。キラキラしてる。ね。なんか左手なんか持ってない。あれ何持ってんだろう。あ、何あれ。あの糸ようじ。ヘッドセット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 。最後に歌ってるよって。糸ようじ。糸ようじ。やめてー。はい、次ミツさん。おー、チャイナ、ね、チャイナね、かわいいじゃんこれも。チャイナいいっすね。いいっすね。麻婆豆腐ですね、またね。うん、あ、定食になってる。はい、さきゆうさん。これはもうかなりいっぱいあるんだね。金髪で、金髪でちょっとね、髪かき上げちゃったり、うん、かき上げてるとか、まあおでこ出し、でこ出しのやつね。ファルゾも可愛いですね。可愛いね。お、あ、ぜひヒロさん。喧嘩しちゃったよ。しちゃったかな。あとだね、これは。あとか。戦った後だね。戦った後だね。ファルゾの頭、あれ。リーゼントってこと。リーゼントかな。いいですね。可愛い。いいですね。ファルゾもちょっと怪我してるね。次、向井さん。これは、またこれ何持ってんだ。これはシェイカーじゃないかな。シェイカーか。バーテンですね。でっかいこんにゃくかと思ってた。シェイカーです。シェイカーか。シェイカーですから。はい、次、イソシさん。はぁ、めっちゃアジアル。アジアルね。なんか必殺技かましたみたいな。おぉ、なんか巻き込まれてるね。俺巻き込まれてるね。麺かな。あれだ、あれだ、スパゲッティ湯切りして飛んでいっちゃった。シュワッ。次、かがりれきさん。おー、靴かわいい。かわいい、ね、あ、ちょっと怪我しちゃったんだ。怪我しちゃったね。花絆創膏ね、うん、かわいい。いいじゃないですか。次、
次、渡里奈さん。このパイプ持ってますよ。やっぱ結構やんちゃ系が多いんだね。持ちますね、うん、持ちますね。でも胸筋素晴らしいですよ。胸筋が素晴らしいですね、うん、筋肉の描き方がね。ちょっと悪そう悪そう。疲れてるなんかこれも味があるな。あるある麻婆豆腐だね。ガスコートで ね、なんかいいですね、これまた全然タッチが違くて、うん、ね、クリッキーはいい、ね、ちょっと油絵っぽい感じ ね。お、あ、はい、チャーハン食ってる。セル八丸さん、チャーハン食ってて、俺何あれ、パンケーキかな。いや、麻婆豆腐じゃないですかね、やっぱ麻婆麻婆だと。いや、パルゾうまそうに食ってるな、ね、パルゾかわいい。はい、続きまして、ヒイラギシュウさん。あら、綺麗。またイケメン。綺麗ね、これもバーテンダーですね。いや、すげえ足長いな。輝き感が素敵ですよね。次、ラストです。天然プさん。ほう、やっぱプリンスのイメージが。そうですか、いいですね。ございますね。おいでよみたいなね。おいでよしてますね。手を広げている感じがね。パルゾーちょっと心配そうですかね。そうだね、うん、さあ、はい、実際に。いや決められないでしょ、こんなの。難しいな、多いな。しかしありがたいことなんですけどね。すごいですね、本当に。じゃあたくさんの方がもう通われてて、うんうん、今回この林さんの企画にそうやられたと。はい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 、はい、なるほど。いや、いいじゃないですか。これはやっぱご本人から選ばれるのはすごく嬉しいんじゃないですか、ね、そうだろう ね、 いや、何回選んでも誰って感じですかね。そんなことないよ、はい、どうですよ、全然全然。いや、むずいな。いっぱいあるから ね、3位だよね。あー、でもなんかこれいいかもな。どれ。はい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 、はい、さあ、隣の絶賛ね、はい、チョイスしてもらえるんでしょうか。ちょっとやっぱりね、あの個性的な絵のタッチのやつが僕は気になるんですよ、うん、なのでなんか、まあ、そこをちょっと、まあ、順位の、まあ、なんつうかね、優先順位になんかしたいなとかちょっと思ったりもするんですけどね、うんうんうん、セリフもあるんですもんね。そう、セリフ言ってほしいセリフも、ね、はいはい、あるんです。シンプシンプセリフも大丈夫、うん、まあ大体決まりましたよ、僕。本当？ええ、3つ選んだ。うん、そうだね。じゃあちょっとこっそりもらってきます。うん、わ、うん、かった。ね、いや、悩んでおります。悩んでおりますよ。悩んでおります。いや、悩みますよね。てか選べないですよね。むずいな、うん、むずいけど、うん、さあ、はい、来ましたか。無駄。パルゾーチョイスもするの。パルゾはしないです。パルゾチュースはしない、うん、パルゾはあのチャーハン食ってる顔が良かったな。可愛かったですね。はい、決まりました。はい、ま、じゃあトモくん。はい、じゃあトモくんはぐっちゃんね。はい、あ、そうね、ぐっちゃん。あ、今日はね、うん、じゃ あ、 あ、じゃあそう、ね、ぜひね、やっていただいてて、うん、あ、じゃあやっちゃおうか、どんどん。ベスト3だけ発表しようか。じゃあわかりました、第3位。第3位、19番の、うん、磯市の、うん、このヤンキーの、あ、パスタぶん殴り。待ってください、本当にパスタですか。でもセリフでわかるかもしれないですね。そうかもね。ああ、このやっぱなんつうんですかね、独特な絵のタッチ、唯一無二感がすごい感じる絵のタッチに、まあ、この攻撃の躍動感をまあ、プラスした感じで、うん、ちょっとなんか他の人よりも目立つなっていうのもあって、うん、3位に選ばさせていただきました。なるほど。セリフは何だったのかな。出る？お、言ってあげちゃう？3つとも。いいよ。うん。当たっとるやん。そういうことね。セリフってそういうことね。行こうか、じゃあ。いいよ、言って。いいよ、いきます。あ、待って待って、あの画面か、これでいきます。うん、めーん。そうなりますよね。そうなりますね。なるよね。麺でしたね。麺だね。麺以上の何物でもなかったね。うん、当たってましたね。当たってました。予想通りで、うん、いいですね。本当にやっぱ直感って大事だね。そうだね、の分かりましたね。さ、ありがとうございます、はい、じゃあ3位がトモくん。どう？あ、うん、大丈夫。お、決まった？今ね、2個悩んでる。じゃあ2位先言っちゃおうか、うん、じゃあ行きましょうか、うん、2位はですね、うん、一番最初に紹介させてもらった、うん、ジャスの、うん、こちらです、ドン。あー、これいいよね。うん、
これね、これセリフなんだろうな。素敵ですよね、これね。いいよ、出してください。あ、いきますよ。あ、待ってな、もうすぐうまい麻婆豆腐食わしてやるから。あー、ですね、パルゾーにね。そうなんです、パルゾーで待ってんだ、皿持ってね。そうね、こう、そう、確かにこの1枚で状況がすごくわかるし、うん、あとはこの麻婆豆腐を、鍋振っている、うん、この麻婆豆腐が踊ってる感じ、この躍動感ね、うん、そう、あとは多分、うん、おそらくは、うん、まあ薄暗さを感じるので、うん、まあ時間は結構夕方以降の夜なのかなとか、いろいろとこの1枚で想像をかきたてられるっていうところが、なんか2位になった理由でございます ね、 いいね。はい、待てなくて皿出しちゃってるからね。そうね、食いしん坊のパンちゃんね、食えようみたいなね、はい、じゃあ 1番のジャス、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあともくん、はい、いや非常に悩みました。はい、うん、非常に悩みましたが、うん、こちらにしました。はい、24番、うん、おセル80さん。セル80さん、あ、これね、これチャーハンの、いや、そう、なんかこの躍動感と、うん、あとやっぱファルゾーが、ファルゾーがすごい。わかる、ファルゾー、確かにファルゾーがすごいのよ。めちゃくちゃ美味しそうに食べてるね。これ近くで見たら多分、うん、カニ玉かなってちょっと思ったんで、あらららら。セリフちなみに、なのでこれにしました。セリフはちなみに、はい、あ、ほんとに、ホットケーキだった。合ってた、合ってた、俺すごいじゃん、ね、チャーハンだよ。チャーハンだよ。パルちゃんとグッちゃん、あれよ、笑ってたよ。いや、パルゾーホットケーキ好きなの？好きだよ。おー、好きなの？じゃあそこも分かっての。なるほどね、よく調べとるな。いや、CV グッちゃんバージョンでやったらいいじゃないですか。嬉しくないでしょ。いいよ、いいよ、やろうよ。ホットケーキもあるよ。わあ、爽やか。めっちゃ贅沢だね。なんか林優 CV ぐっちゃん。すいませんね、私なん、ね、なんずが。あざます。ありがとうございます。じゃあ最後に1位をね、発表させていただきたいと思います。はい、15番、うん、みつさんの、うん、こちらです。ででん、チャイナ風の林優、うん、プラス。ファルちゃんでございますね。うん、まあこの先行理由は、うん、まあ、2位の人とすごい悩んだんですけど、ははは、うん、なんか絵のタッチがすごい独特だし、うん、まずその顔もめちゃくちゃなんか上手に描けているなっていう、うん、やっぱなんかシンプルなその絵のうまさも際立っているし、うんうんうん、この定食でね、この麻婆豆腐のあの、なんつうの、お盆を持ってる感じがまたいいっていうね、うんうん、感じでね、ちょっといろいろ選ばせていただきました。なるほど、どんなセリフが待ってるんですかね。セリフどうでしょう、どうください。あ、なるほど。じゃあ行きましょうか。いいよ。麻婆豆腐は辛ければ辛いほどいい。あ、これを聞いてのファルゾーの顔なんですね。あ、確かに。平和な、ちょっと困ってる顔もしてますけどね。まあずっと困ってる顔してんだけどね、ファルちゃんもね。はい、なので、1位は15番のミツさんに決定いたしました。ありがとうございます。サインください。わかりました、サインください。あ、これね、おめでとうございます。ちょうど書きやすいね、ここね。そうだね。あ、確かに、はい、今書いて、今ね、うん、いきますよ、うん、いやこれは嬉しいんじゃないですか。これは嬉しいでしょう、ね。見てますか？見てるかな？見てますか？どうかな？見てますか？2023年5月6日、うん、はい、書かせていただきました。どうも、あ、ありがとうございます。なんとかさん絵は描かないの？みつって書けばいいのかな？みつ、うんうん、みつ絵、みつ絵、みつさん絵、どっちがいい？みつさん絵、ちゃんみつ、ちゃんみつ、ちゃんみつって書く前にみつさんへって書いちゃった。いいと思います。そっちの方がいいと思います。はい、じゃあ、みつさんへ、これを何、後日何送らせてもらう、はい、わお、送りますか、ね、はい、送らせていただきますので、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。絵が上手になりたいと思う方はですね、はい、サーティーイラストレーションさん、ぜひ
連絡してみてください。そうですね、うんうんうん、だから何このいろいろ絵のサンプルみたいなのがあって、こういう絵のタッチで、30日間で、その絵に近づけることができますよみたいな感じなのかな、きっとね。やっぱ自分の描きたい絵に近づけるってことですかね。なんか講師の方もすごい経歴の方みたいで、いろんな、はい、アニメの作品に携わってる方みたいですね。なるほど、じゃあもう本当に第一線とかで活躍してる人が、まあ講師として教えてくれるというサービスがあるってことですな。そういうことです。はい、わかりました。僕もちょっとね、絵が下手くそなんでね、教えてもらおうかしらね。うん、そうね。はい、何か機会があればやりたいなと思っております。はい。はい、ということでありがとうございます。以上、You 案件やっちゃいなよのコーナーでした。案件さあ続いてはこちらのコーナーです。You 送っちゃいなよい、はい、このコーナーでは、皆さんから送っていただいた質問やご相談といったお便りに僕と、ぐっちゃんがお答えしていきます。はい、よい、まあ、いわゆる普通普通たコーナーってやつですね。はい、はい、今回はお題の旅行に関するお便りを多めに読んでいきたいと思います。はい、じゃあお時間が許す限り読んでいきたいと思います。はい、こちらのね、iPad にね、いろいろとお便りが書いてありますので、見ていきたいなと思います。ネタ合ってない？ちょっとぼやけてる。あ、何？山口はボケてる？多分俺が小刻みに揺れてるからじゃないそんな、そう、そんな器用なことできるの？緊張で多分小刻みに揺れてるからじゃない？そうやん、本当にあ、ピンじゃなくてね、ちょっとね、2人の画角の方がね、はいはい、揺れてるから、揺れてるからですよ、すいません私が悪いございますね。え、じゃあ俺も揺れてるのかな逆にもっと揺れたらこう整う。ああ、整うかもしれないね。はいはい、はい、じゃあこれおかわり。はいはい、はいよ、はいよ、はいよ。すいません、すいません、すいません。そう、あれだ、こうぐっちゃんがゲストの今回から、アクリル板がなくなってね、すごい、あの通りがいい感じになってね、そうね、会話がしやすくなっているんですね。なっておりますね。はい、じゃあお便り読んでいこうか。はい、お願いします。じゃあ俺から読みますよ。どれにしようかな、どれにしようかな、まあ、ちなみに私あのこないだファルゾーニタウン来たもので、はあ、旅行のお便り読んでるんですよね。そうだね、はあ、なるほど。あ、じゃあ お便り読んでるんですよね。旅行のお便りじゃないやつが、うん、あ、いやいや、旅行テーマにね皆さん送っていただいてますから、実際は読んでないから、はい、読みましょう。じゃあとりあえずね、お魚定食さんのお便りですね。うん、ありがとうございます。ちゃんゆぐちゃん、ファルちゃん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。ゆうさんと、ぐっちゃんはラーメンが大好きと聞きましたが、そうです。お互いにおすすめのラーメンやこんなラーメンが好きってありますか？私はどこに行ってもチャーシュー麺を選んでしまいます。おというお便りです。ラーメン好き？大好きですね。いいじゃないですか。俺も好きよ。今日も家でラーメン食ってました。え、家だよ。いや、家で作ったの？宅麺 .com で買ったやつを今日食べてました。すげえ、宅麺とか買うんだ買っちゃいましたね。ちなみに今日食べたラーメンは、今日はあの雷っていう、どこだっけ、あの総武線の方にあるやつ。総武線どこだろう。総武線、小岩とかの方にあるやつ。あっちの方か。そっちの方。じゃあもうすぐ千葉の方に行っちゃう方の。そうです、そうです、どこか。いや、基本ラーメンって絶対店舗で食う方が美味しいし、調理しないって思ってたんですけど、たくめん .com がテレビでやってた時に、思わず買ってしまったんですよ。はいはいはい、わかるわかる。出来が良すぎて、素晴らしいなと思って、ちょっとそれ以降買うようになりましたね。俺もね、宅麺2回ぐらい頼んだことあるけど、やっぱクオリティ高いよね。高いですね。そうそうそう、ちゃんとね、ブロックとかでチャーシューが入ってるやつとかもあるんですね。だからごついのとか。そうそうそう、だからチャーシューは買わなくてもいいんだけど、あとはお好みでラーメンによってはなんかその、まあもやし茹でて入れたりとか、そういうのもあったりするんだけど、もうスープとかはもうほぼほぼ多分ね、お店に近いような感じ。冷凍してね、パウチしてって感じですけども。そうそうそう。お外とかだったらどこがお好きですか？ね、一個決めるの難しいじゃないですか。そうね、難しいけれども、この間食べたのは、
二郎系ですな。お、二郎系ですな。二郎系のね、二郎系立川マシマシっていう。ああ、立川マシマシ。わかります。私はもう、そもそも立川にも住んでましたし。あ、本当に。立川マシマシはいろんな店舗行ってます。立川マシマシに、なんか俺が知ってる限りでは、神保町と立川駅にもあるんですね。あります、あります。立川駅が、まあ、本店みたいな、ね。いわゆる、はい。そう。まあ、美味しかったです。あのしかもあそこ量がすごいんですよ、混ぜる量がすごくて。あ、そうなんだ。そうなんです。へえ、ね、美味しいですね、立川の味が。あ、二郎系お好きですか？もう好き。結構雑食で何でも好きなんだけど、二郎系は本当にたまに無性に食べたくなる。やっぱそういう中毒性のあるラーメンじゃない？ちなみに何？でも辛いのお好きですよね。辛いの好き。じゃあちょっとその遠いところになってしまうんですけど、府中とか国分寺にある、あ、麺創券奏でくれない。知らねえ。で、これがですね、まあ、基本のベースが味噌で、しかも乱切り麺ってすごいごつい麺なんですよ、でもやしキャベツ乗ってて豚バラが乗ってるラーメンなんですけど、ここなんと、辛いが有名でして、へえ、鬼くれないラーメンっていうものがあるんですよ。ほうほうほう。これがですね、結構辛くて、私も食べたことあるんですけど、あ、1個普通のでいいかなって思うぐらいなんで、もし機会ありましたら、これは辛いラーメンとしてもおすすめです。マジか。辛いだけじゃなくて味もしっかりするんで、もう本当に美味しいです。うまい感じなんだ。これもあのアマゾンとかであるんで、宅麺.comにはないんですけど、アマゾンにあるのでよかったら。あ、じゃあ行かなくても、まあ、ある程度の味は楽しめるみたいな。そうですそうですそうです。詳しいな。まあ、ね、味噌の辛いので言ったらいろいろあるだろうけど、まあ、王道で言うと中本とかね。ああ、そうですね、うん、あと池袋行けばなんかこう、あの機関棒とかですか。機関棒ね。そうですね。機関棒、この間友達になんかそれこそなんかあの冷凍麺みたいなのもらって、食べた。もう美味しいよね。からしびでね。もうからしびマックスでいきますからね、僕はね。あ、すごい。いや、もう全然全然。でももうなんか山椒入れすぎると、顔がこうなるんですよ。マジで全身震えちゃうんで、リアルにこの画面をぼやかせてる感じのぐらい。そう、山椒食べてないですね。え、分かるかも。でもね、山椒ってもう食べた瞬間にその風味でなんか口の中支配されちゃうから、ね、いや、もう本当に分かるかもしれない、わ、これはちょっとラーメン談義したいですね。あと、あの、高円寺にあるジモンっていう、あ、それ知らん。勝浦担々麺系もすごく辛くていいですね。ぜひ行ってみてください。勝浦担々麺何気に食ったことなくて。美味しいですね、あそこも。なるほど。すごい狭いんですけどね、店内がね。なるほど、すげえ詳しい。そうなんです。いろいろ聞きたいな。じゃあ、次お願いします。はい、かしこまりました。まあ、こうやれば違うお便り出てくるから何でも OK。 はいはい、じゃあ読みます。うさみみさんからいただきました。ありがとうございます。チャイニュー山口さん、こんばんは。こんばんは。ズバリ今年お仕事お休み取れたら一人旅デビューを考えているので。なるほど。ご経験とか想像をもとに行き先やコツなどご伝授お願いいたします。チャイニュー、確か昔神戸行かれたって話されてましたよね。これは絶対やっておいた方がいいぞとか、ここ最高だったぞとか、何でも嬉しいです。ちなみに女性一人で旅行していたら心配されちゃいますかね。その辺もよく分かってないです。できるなら海外行きたいですが、日数的には多分国内かなって思ってます。どんな情報でも嬉しいです。何キャラよ。あの、うさみみさんの気持ちになります。なるほどね、はい、途中からやっぱり気持ちが入っちゃった。ちょっとそうですね、はい、憑依しちゃった感じだね。憑依、うさみみさん憑依、多分抜けてましたよ、だから今。なるほどね、ですって。一人旅、一人旅ね。どうですか？僕はね、そう、先ほど、あのお便りにあった通りに経験ありで、神戸、1位で、台湾一人旅。お、すごい。この2回は行ったことある。すごい。そう、台湾行ったんすね。行った行った行った。神戸はなんでまた行ったんですか？これがね、まだね、まあ、31、2ぐらいの時だったと思うんだけど、もう8年前ぐらいになるんだけど、もう、なんだろう、ゴールデンウィーク、今と同じぐらいの時期の時に、なんか、お仕事で、謎に手渡しでもらうお仕事みたいなのがあったの。手渡しでもらう仕事。チャブートってことじゃん。チャブート。すごいすごい。なんで取っ払いだ。そう、取っ払いみたいなもらえる仕事があったの。なんでか、何かを。闇営業じゃない。大丈夫ですか。闇じゃない。闇じゃないんだけど、で、なんかいくらかもらって、あ、じゃあもう本当にゴールデンウィーク仕事もないし暇だから、なんかどっか行こうっつって、何の
なんだろう、計画とか企画もなしに、新幹線乗って神戸に行った、うん、すごい。で、行ったは行ったでいいんだけど、ゴールデンウィーク中じゃん、だからホテルとかも全く空いてなくて、うん、あ、そうですよね、急にじゃ、そう、だから行くとこ本当満室で、で、なんかその一応ね、このビジネスホテル内でいろいろとやっぱり、なんていうのかな、やっぱお仲間みたいで、空いてるところとか探しましょうかっつって、すごい善意で探してくれるみたいなのがあったんですよ。で、行ったら、2個駅先の、ちょっと静かな街のビジネスホテルだったら空いてるみたいな感じで行って、なんとか泊まることができたっていうところがあったんですよ。で、翌日にね、姫路城見に行ったのよ。で、姫路城見に行って、ウキウキワクワクっつって行ったんだけど、ちょうどね、城が改装中でありますね。そう、どでかい城が見えるかと思ったら、この城の周りがなんかでっかいパネルみたいにのやつがバーって貼ってあって、そのパネルになんかそのなんか城の絵が描いてあってこれで今回は許してね、そう俺が見てえのはそれだねって一人でなんかもう心の中でめっちゃ叫んで突っ込んでたけど、隣にいたなんか外国人の人がその城を見て、かわいそう言ってて、俺ならまだ国内だからね、確かにちょっとフットワーク軽くね、すればいけるんだけど、外国の人かわいそうだなとか思いながらね、そんなちょっと苦い思い出もありつつ、じゃあ教訓的にはいきなり言ってもいいけど、ちゃんと調べとけってところですかね、そうホテルも、はい、本当にそうですね、なんかあったりする一人旅 ありますよ、僕はそれこそ本当一人旅が好きで、ほら、スケジュールが空いた瞬間に、はぁ、やばい、誰からも世界から必要とされてない、明日旅に行こうっつって、前日のそれこそ本当11時から12時の間ぐらいに、ホテルを旅館を取って、でもそんな遠く行けないので、伊豆手前ぐらいまで、箱根伊豆ぐらいもう行って、しかもなんか高い宿じゃなくても1万円、1万5千円とかの、なるほど、なんならもう民宿も泊まっちゃうみたいな、民宿もOK、猫がいっぱいいる民宿みたいな、そういうのも行ったことありますし、なんかそういう旅をして楽しんでました。それね、いいと思う、俺もね、そういうの好きなのよ、意外とご飯が美味しかったりして、そう、そういうところが手作りだしね、そうなんですね、お母ちゃんが出てくるんですよ、出てくるんだよね、それが好きで結構行きますね。俺も民宿は何回も泊まったことあるんだけどさ、朝ごはんのあのさ、おしんこのぬか漬けがうまいんだよ朝ごはんいいですよね、朝ごはんいいのよ、普段なかなか食べれないじゃないですか、そう朝ごはんをあんなにしっかりやられると本当にすぐ太りましたね、いや思い出すね、あ、すごい、一人旅めちゃくちゃする人なんだ、好きですね、これは面白いですな、はい、じゃあまだあともう1通ぐらい読みますか、何もって無理なんですよね、誰かとこの日に行こうねとか、はい、そうなの、スケジュール合わせるのも大変だし、あ、そうか、結構すごいのがありますね、すごいのがある、はい、まあ、俺が言うんで大丈夫ですけどね、はい、マリット、ちゃんゆ、ちゃんともじゃないな、これ、ぐっちゃん、ぐっちゃん、パルちゃん、こんばんは。旅行に関して、私は友達と欧米に旅行に行ったときに、欧米、日本の100倍ぐらいナンパを経験しました。すごいな、一緒に飲まないなど、直接通的なものから、バクかわいいねと持ち物を褒めてくれるようなものまで様々でしたが日本ではほぼ経験がないことだったので驚きましたと、欧米は日本より通りすがりの人に声をかけるハードルが低いイメージがありますが、そういうぐっちゃんは海外でナンパされたことありますか。またチャンユは元ギャローで有名ですが、逆に海外で現地の方をナンパしたことはありますか。いや、かっこよすぎるでしょそれこんにちはみたいなね、かっこよすぎるでしょ、すごいね、すごいね、海外でナンパされたことはありますからってまずないわな。まあね、俺ありますよ、ナンパされたことあんの。いや、イタリア行った時に、ローマ広場ですごい絡んでくるんですよ、なんかで、その時髪長くて、髪を言ってたんですね、それも、ラストサムライいや、いいですみたいな、もう有名なんですよ、ローマ広場ってそういうので、なんか有名で、友達、その2人で行ったんですけど、友達ミサンが作られて、で、なんか、おい、やめろって言ってたのに、で、結局やられて、はい、お金って言われて、うわ、それナンパじゃないじゃんナンパですよ、もう。まあ、そう、ある意味ナンパではあるのか、やられましたね。あ、でもそれで言ったら俺もあるかも、あ、
俺もあるわ。俺アメリカで、うん、その男を3人ですごい極貧アメリカ旅行に行ったんですよ、うん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 、でそれこそなんかすごいヒップホップ風のお兄ちゃんに What's up? みたいな感じWhat's up? よめー声かけられてめちゃくちゃラフに、うん、あの CD 渡してきたの、うん、でフリーでくれるのかなと思ってこれ手につけた瞬間に、うん、Oh yeah, chip please Oh no! No no! とか言ったんだけどもう、oh, no, 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 こっちが no みたいな、うん、払ってやとか言われて、うん、1000円ぐらい渡したことがあ渡したんだ渡した渡したね、海外はだからそういうのがあって怖いんですよね、うん、そうマリットが思い浮かぶナンパじゃないけどそうね、確かにねあるから気をつけてねそうね、そうよそうあ、てかもうやられ体験されてるんですもんね、うん、日本がね、うん、あの超治安が良すぎるっていうぐらいねいあのやっぱ海外行くときはねやっぱちょっと厳重に注意した方がいいらしい、うん、そうですよそう靴下にお金入れてねとかね、うん、パスポートなんてもうだから盗まれやすい場所に置いといたらやばいぜ、うんうん、絶対首から下げてこのインナーの中ですよあそうだよね、うん、本当にありますあります体ごと連れ去られなければ大丈夫だからねもうその時はもう多分オーノーですよ言うしかないヘルプミーしかないヘルプミーですねはい、ということでいろいろと盛り上がっちゃったんですけれども、はいはい、旅行についてテーマを、募らせていただきました。以上ユーオフチェネの来月のテーマをあ、次回のお題はですね、雨の日の失敗談ですということですね。6月なんで、うん、梅雨時期なんでこういうコーナーなんでしょうかね。そうですね、はい、皆さんたくさんのお題ありがとうございました。以上ユーオフチェネのコーナーでした。私のゆうやちえの前半パート終了のお時間となりました。早いでございますね。はい、後半パートはチャラオケ館 VIP 会員の方限定でお届けいたします。会員登録がお済みでない方は登録よろしくお願いいたしますね。VIP 会員の入会方法などは運営コメントのリンクからチェックをよろしく。はい、会員限定パートでは林優のゆう歌っちゃいなよのコーナーでたくさん歌っていきたいと思います。でダミーヘッドのコーナーもあります。営業終了後に収録するおまけ動画で公開いたしますのでお楽しみと。はい、営業は一旦終了となります。エゴサにしますのでチャンユーでつぶやいてくださいね。私もします。ここで僕からのお知らせでございます。私林 YouTube というタイトルで YouTube チャンネルやってるんですけど、初の YouTube でのイベントが決定いたしました。はい、7月1、2で東京大阪とやらせてもらいますので。すごい、マジで東京大阪なんですか。そうなの。すごいですね。しかも場所やばいよ。ホテルニューオータニ。嘘。いやだけどやばいのいろいろと。ディナーショーみたいな感じですか。そうすごい。いろいろとびっくりなんでございますけれどもね、ちょっと皆様に来ていただかないとやばそうなので遊びに来てください。よろしくお願いいたします。7月の1、2。そう、どっちが 1がね確か東京だったはずなんだよね。ごめんなさい、今ねパッキリ分かってないですけどね。ツイッターとかですか。そうです、ツイッターをご覧ください。よろしくお願いします。はい、じゃあぐっちゃんもなんかツイッター見てねー。よろしくね。よろしくお願いします。じゃあファルちゃんは。はい、ファルゾーからはですね、6月の、うん、何日だっけ、24、25 24、25、待ってる。洞爺湖、洞爺湖。そう、6月24、25、うん、よく覚えてたね。北海道の洞爺湖で、洞爺湖漫画アニメフェスタというものがありまして。4日前に言ったの。あ、違うの、25に北海道にいるんです、私も。おぉ、そうらしい、ね、っていう話を前回しました。なるほど。洞爺湖漫画アニメフェスタに、うん、我々、八尾さんと、彼の翔ちゃんと、漫画アニメフェスタのイベントに行ってきます。よっ。はい、ロケで旅に行きますんで、その辺にお住まいの方もしいらっしゃったら見に来てください。いやもう全国からね、いいみんな行きますよ。そう、丸蔵は、うん、あのインタビューしに行きますから。いいじゃない。もしかしたらインタビューで会えるかもしれませんね。お、はい、この姿を見たらね、ファルちゃんって声かけてる。この姿ではないけどね、仮の、世を忍ぶ仮の姿で。え、人間体になるってこと。人間体になるってことです。ファルゾーなれるの。なれるんですよ。そんな特技があるなんてびっくりだ。すごい。はい、そこでもし会えたら、はい、なんか番組の
どうだったっていうのをぜひ聞きたいのであのぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、ファルゾーニの YouTube チャンネルでは各店舗の前半パートがまとめられておりますのでこちらもよろしくお願いいたします。次回の営業日は6月の8日木曜日、ゲストは決まり次第ツイッターでお知らせします。ここで姉妹店のお知らせ、今画面出ております。姉妹店の、もこのお店同様に前半は誰でもご覧になれますので気になる姉妹店があったらぜひとも見てください。うん、それではまたすぐ、あと何歌うか、あ、そうだ、うん、じゃあ、俺はね、はい、スキマスイッチの全力少年を歌う。おー、うん、ぐちゃんは、私はなんかこうリプを見てあの皆さん応募してくださったんで、うん、その中にあった魔法の絨毯でも、いや、いいじゃないですか、いきなりバラードかよみたいないいのよ、楽しみですね、やろうかなと思ってます。はい、じゃあそれではまたすぐ VIP 会の、限定で再開いたします。しばしお待ちください。ここまではちゃんゆう、こと林ゆうと山口智弘と、ファルゾーじゃあねー、ありがとう、またねー、ファルゾー初めて